はい、こんにちは、タカです。僕のね、最近お気に入りペン、最近のお気に入りペン、ちょっと紹介しようと思うんですけど、はい、これです。筆任せ。前にもね、紹介してると思います。筆任せ自体はね。で、僕は筆任せが好きです。いや、というかね、筆任せっていうか、筆ペンが僕結構好きなんで、でその中でもね、この筆任せ結構優秀だなと思ったんですけど、これ1本いくらだっけ、150円とかなんか、確か150円か200円か、まあそのぐらいなんですけど、はい。でいろんな色があるんですよね。8色セット買っちゃったんですよ。で、まあ結果楽しいと、はい、楽しいんですね。でちなみにこれは極細です、まあ、これ定番の黒で、その他に僕ねこれ結構気に入ってるのはこれですよ、ネイビーと言っていいんだろうか、ブルーブラック、これが結構お気に入り。まあもちろんその他の色もいいんだけど、青とか、赤、ちょっとした丸つけとかでもね、こういう筆ペンでいいんだよね。ちょっと注意書きとか、オレンジ、緑、グリーン、茶色、ピンク。ピンクの使い道がね、どうなんだろうね。どんぐらいあるのかなっていう気もするけど、まあ、ちょっとこういうのを、この筆ペンって絵を描くのも楽しいし、字を描くのも楽しいし、なかなかね楽しいアイテムなんだけど、しかもこの筆任せはまあまあ僕の中ではね、描き心地が良くて気に入ってるっていうね筆ペンなんで、ちょっとね8色買っちゃいました。ちょろちょろ使ってね遊んでるんですけど、普通に文字書くのにこのブルーブラック、まあ万年筆好きな人はね、ちょっとこういうネイビーな感じの色にはね反応しちゃうと思うんですけど、なかなかねいいんですよ。書いてて気持ちいい。こう細く書くこともできるし、読もできるし、だから英語とか書いててもね、まああんまり
英語を書く機会はないけどね、僕は。楽しいんじゃないかなと思います。というわけで、僕の最近のお気に入りペンの一つ、筆任せ8色セットね。いいね、こう、こう画面で見るとなんかこの鮮やかさ綺麗だね。はい、というわけで、ちょっとね、筆ペン好きだったら持ってていいんじゃないかなって思います。筆任せ8色おすすめ。